お疲れお疲れ。聞こえる？あ、オッケーオッケーオッケー。いいよ。あいつ呼んでいい？大丈夫？絡める？いやー、微妙なラインなんで。俺はギリなんだよね。俺はギリ。あ、コックでギリ？一応そのリジェクト取っちゃった。そうだよな。そうなんだよ。いやー、俺はね、アーカイブ消してギリかな。まあ、アーカイブは消すよね、基本ね。アーカイブは消すけど。あで、ようやくかな。だよな。まあ、それで、だ挨拶とか しない方がいい、これ。まずい。まあ、名前は伏せてもらえると助かるから。あ、挨拶はするけど。じゃあ、なんでこの話受けたんだよ、お前は。あ、もしもし。あ、お疲れ。お疲れ様です。あまり、その、なんていう、今日、いいんだけど。はい。はい、一応まあ俺もリジェクトしょっててで梅原もまあねレッドブルとかいろいろしょってるから、それ配信中でいいんですよねこれ、このこと今配信中なんだけど、一応匿名でよろしく今日は。ちょっとあ、僕モザイクかけたりとかして名前も消す感じですか？そうだね、そのそれと10先やるっていう感じで今日誰かは分からんみたいな、誰かは分からんと龍とやるっていう。あ、こんばんは梅さん。どうも。あ、どうもこんばんは。お疲れ様です。お久しぶりです、梅さん。いやー、本当に。え、元気でした？いやー、でも、芸会に帰ってこれて嬉しい限りですよ、こうやって。舞台、整いましたね。まあ、一応、なんだろう、オンラインだし、顔もね、映らないんで。はい、そう、はい、会ってないからね、あと。はい。会うのはね、確か。うん。確か。あ、もう項目あるんだ。ジョビンとは会うっちゃダメっていう項目があるんだね。そう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 。確かダメ、確か引っかかった気がするんだよな。なんか犯罪者的な扱いですか、僕。いや、そういうわけじゃないんだけど、そこまでいかないんだけど、はい、そう、まあまあ、そこまでだね、はい、そう。でも基本的にやっぱ梅さんのチャンネルでももうあんま受け入れ体制ではないんですけど、皆さん。いや、うちは、ね、うちは大丈夫かな。ただ、うなんだろうね、もうみんなボコしてくれってみんな言ってる。いや、ね、ちょっと本当で嬉しいです、こういう機会。もちろんね、昔梅さんに迷惑かけたりとかいろいろあったじゃないですか。うん。で、自分で言うことじゃないですけど、みそぎはもう終わったんじゃないかなっていう。そろそろ皆さん許していただければ。最近でもね、結構、はい、まあ、やり方はともかく結構人気が出てきたみたいで、やっぱこびてるように見えますか、梅さんからしたら。いや、やり方は、はい、すごい嫌いですけど、でもまあね、数字はしっかり最近は取ってるみたいで。でもマジでコメントによく書かれてますよ、 YouTube のコメントに。そのゲームから知ってるやつが、うん、梅原にこびたように今度は朝倉未来にこびてるな、気持ち悪いみたいな。はいはいはい。結構コメントがあって、俺こびてないし梅さんに。でもやっぱみんな考えること一緒ってすごいよね、本当に ね。みんなね、そういう感想を持ったみたいで。そうだね。でもやっぱ方の本人のやっぱ梅さんがやっぱ俺がこびてないの分かってるはずですけどね。ちょっと正直生意気にもいじったりもしてるわけやす、梅さんのことを。いや、でもそれも計算じゃないですか、正直。こびてない手をね、だってそのして、うん、言ったらば、ちょっとスパイシーな味付けってだけじゃないですか。まあ確かに人選んで、梅さんのことあんまりいじりすぎないように、勝井さんには結構言ってるんですけど、梅さんにはあんまり。ちょうどいい、ちょうどいいピリ辛ぐらいで来ますよね。はい、確かにそれ俺には来れるもんね、お前ね。そう、もう勝井さんにはもうそろそろタメ口でええかな、みたいな思ってて。人選んでいこうと思って、そういう。お前、あれ、梅原より年上だぞ、俺は。言っとくけど、俺は。まあでも、梅さんにこびてたら、やっぱいいこといっぱい ありそうなんで。でも、俺が本気で悪いやつだったら、その梅さんもバカじゃないですから、やっぱ離れていくんですけど、やっぱもうね、ここまで本当に仲いいんで。今日何先ですか、ちなみに。何放送事故みたいになったけど、一緒。え、10先です。え、何先？ 10先です。僕、これ嘘じゃなくてマジで自信があります、今回。まあ、ちなみになんですけど、あれなんですよ、はい、僕、まあ、スト5でこいつと2回やって2回でも勝ったじゃないですか。はいはい。まあ、ガイル対バイソンっていうキャラ差がすごい、はい、ね、のを覆して俺が2回勝ったわけですよ。まあそれもまあ、はいはい。で、最近スト6をなんか1ヶ月前か2ヶ月前にこいつに夜中やろうぜって言われて、はいはいはい、そう、やろうぜって言った時、ちょっとね、正直言います、ちょっと負けたんですよ、その時。だからこいつ自信あると思ってるんですよ。なるほどね。そう、俺が真剣にやったらどうかってこと、まだ分かってないみたいで。すごい弱かった。あれ結構先入ってました、あれ。いや、何も入ってないんだろうなと思って、あれ様子見てたら弱いから。本当に何も入ってない。でも正直、まあ、あれ全然やってない時期だったから。そうそう、やれば。でも そっからさらに差は開いてるはずなんで。あ、またそっからやってるもんね、ジョビはね。結構やってるんですよ、僕。でも今日に向けてちゃんと対策とかもやってくれてるんですか？2日だけ。
なんか冷めるな、そんな風に言われたら。こっちはちゃんとやってますから。いや、それ言い訳なしです。いや、言い訳しないよ。はいはい、2日あったら足りるよ、なんお前なんて。で今回、マジで自信ある。もうちょっと残酷な試合になると思うんですよ。そんな自信あるの？いつよ、その最後に対戦したのいつだって。2、3、2ヶ月ぐらい前。そう、その時、1回だけ。ああ、じゃあね、それはジョビンはちょっと、和久の成長に驚くかもしれない。ああ、まあそうだ。あ、梅さん分かります、俺の。結構頑張ったからね、その後。まあそうだ、一緒そう、10日間頑張ったから。だから10日間で土台作ってからの2日だからもう十分よ。え、これなんかお互いかかってるんですか？ちなみに何もかかってないです。かかってます。お肉かかってんの？ありがとう。はい。え、かかってんの？僕が買ったら勝井さんが僕はバーやってるんですよ、上ので、はい、うん、はいはいはい。そこで1日店長やってもらおうかなと思ってて。なるほど。何もか、俺聞いてはじ、その時、初めだからもう、その時に大須さんとか R さんとかハメコさんとか、もちろん梅さんとか大貫さんとかいろんな人呼んで、そうやろうかなと思って。もう何、格闘技で呼べる人いなくなったんだな、もう。そう。あ、もう。いや、嘘です。格闘ゲーマーの人で。カズイさん、一日店長で。え、ジョビンって格闘技界だとどういうふうに思われてんの、今。いや、結構嫌われてるっていうか。まともな世界だな、それは。あ、じゃあ分かってるんだ、みんなは。ちゃんとした人たちなんだ。絶対嫌われてダメな、重鎮たちに嫌われてます。あ、嫌われてるんだ。その辺に。あ、じゃあ格闘技の未来はじゃあ安泰ですね。安泰だね、よかったね、うん、よかった。俺らも好きだもんね、うん、そう見る側だけど。こんなやつをのさばらせてるようでは、うん、俺は将来が心配だけど、それはでもよかったね。うん、そこほっとした。え、でもさ、はい、そのジョビンってさ、ジョビンはさ、でも別に今さらその格ゲー界に手出す必要はないわけじゃない。そう、はいはいはい。なんでそのやるの？格ゲーが好きなんですよ。あ、気づいた、梅さん。いやいや、たまに好きはない、ね。いやいや、全部投資じゃないですか、言うたら、あなたのその行動っていうのは。投資する。まあでも確かに盛り上がってますからね、こっちはこっちで結構。いや、違う、別に、だから、それはソフィックスが盛り上がってるから、うん、そこをなんか、甘いすしる、そうみたいな感じじゃない、全くない。普通に、なんですよ、格ゲーが。なるほどね。だからそれは、ちょっともう一回、上目指したいなと思って、ちょっとね、そういう気持ちはあります。梅原、俺、格ゲー界のためにも絶対倒すよ。だ、上目指すって言ってるのこいつやばい。あ、じゃあさ、じゃあその、うん、黒人が負けたら、うん、一日店長はまあ妥当なとこだと思うのよ、真剣勝負だし、はいはい、うん、じゃあジョビン負けたらさ、はい、クソシックスやめるでいい？まあその削除ね、アインソールプラス絶対さやんない、うん、え、それマジで嫌やな。それで5分ぐらいね。だいたいそれぐらいでね、うん、まあでも自信あるし大丈夫だよ、メンタル強いの。自信あるんだろ。いや、あるけど、俺、何年間じゃあ僕、表舞台、格ゲー界出れないですか？ね、7まで待てばいいんじゃない？だいぶ先に。ミサキはまだ住んでないってことだよね、だって。こんな切られてるんだから、まだ。いやいや、それは5回なのに。2030には俺出ると思ってる。出ると踏んでる。じゃあ、年内出場停止とかでもダメですか？それ短すぎます？年内ってもう終わるじゃん、今年も。そう、終わんないですよ、まだ。あと3ヶ月よ。じゃあ1年長すぎるけど。いや、やらせよ、俺なんでそんなこと言うの。いや、勝てばいいじゃん、別に。いいやん、大会でだって。いや、勝てばいいね、勝てばいいじゃん。だからもうちょいなんかいいのないですか、罰ゲーム。やめるならやめていいよ、別に。勝てないんだったらもう、え、また練習するって言ってまた伸ばしてもいいけど、別に。勝てばいいんだ。だから勝てるんでしょ、だって相当自信あるって言ってたよ。絶対勝てると思うんです。じゃあ別にいいじゃん、全部どんなリスクだろうと。勝てるんでしょ。いや、永久追放はダメですって。ちょ、まあ、それはやりすぎ、マジで。梅さん、でもさ、ジョビンってなんか罰ゲームやんないね。そう、お前ヒゲ剃るって言って前回ね。そう、ヒゲも剃らないし、そう、名前変えるっすよ。名前も変えてないしね。お前のね、言葉ね、軽いんだよ、マジで。そうなんだよね。ヒゲ剃るのとか全然 OK です。ヒゲ剃るじゃん。いや、それはだから前回のやつじゃん。それは剃るよ。まあ、剃ってから今立てよ、ここに。何ですか？マグドムなのに、さっき罰ゲームやらされるんですか、俺。俺でも、ヒゲは、ほんとトレンドマークで、俺マジ剃るのめちゃくちゃ抵抗あるんですよ。でも全然剃りますよ、それ。でもそれをかけて、いや、でも剃らないじゃん。負けて、そう。マジで。いや、それは嘘つかない。絶対剃ります。じゃあ、勝久チャンネルでそれをちゃんと映すってなると、そしたら勝久さんプラスあるじゃん。あ、確かにそうだね、そうだね。全然。勝久のチャンネルで、ちゃんと。ジョビンだからね、さすがにちょっと本当に安木とリジェクトにいろいろ聞かないとまずいかもしれない。ああ、そっか。うん、出すのが。そう、出すのが。なんかひげ部分だけ、それ以外全部モザイクでしょ。あとモザイクで、声もモザイクで、うん、名前も出さなかったらまあいけるかもしれない。確かに。知らねえやつのひげ剃ってるっていう。ひげは、
フィギュアスタルのと年内出場停止どうですか？オッケー、じゃあどうしよう。え、両方とも年内は絶対大会出れない、もう何も。オッケー、それはいいじゃん。3ヶ月で出れない、なおかつ、ね、しかも冷えそうで、俺が負けたら1日戦場ね、うん、はい、あ、それいいじゃん、五分五分分かった、やろうか、やろうか、確かにでお願いします。オッケー、作成誰にする、これ梅原がいいか、一番、あ、俺が作る、そっちの方がだって一番、はい、うん、あの影響なさそう。あ、なんか知んないけどジョビンって打てねえなあ、ブラックアイス入ってる、あ、いや多分 PC がこのワードなんかダメだな。なんでだ、あ、ダメなんだ。こんなことないのに。ジョビン炎上って出てきたな。これ合ってんのかな、これで。あ、それで、ね、Google みたいになってんの。ああ。あ、そうなんだ。いい、じゃあ10先で。10先で。いいよ。10先だったら、じゃあ話しましょう、うん。本当に残酷な試合になると思います。頑張ります、僕。じゃあミュートします。はい、お願いします。一回切ります。終わります。さあ、頑張るぞ。絶対勝ちます。タイトルじゃあ、本当だ。ちょっと待って、どうやって帰ればいいんだ、今帰れる、変えちゃおう、国語便、待って、どれどれ、そこで集中ズームしの、おい、取れた、コンボしっかり、あれ、アツヒさん、趣味、お、手出さないで、ね、上は出るんだよな、ここやっぱキャリアンなせる技、きっちり体育が出るんだよ、いきなり走ってきた、いきなり走ってきたね、そんな文脈じゃなかったのに走ってきたね、マジでリターン重視の行動をしねえの相変わらずだな人生あんなに細かいのにね、あ、リーサルミスった、人生でコビを売るときはあんな丁寧なの、普通に中心っぽいな、お、いい連携、あ、バーツさん、なるほどね、あ、片下負けじと打ってくる、これねあんま深追いしない方がいいと思うんだよね、うん、すげえ来るやん、バーンとしてんのに、ウンパク打っちゃっていいと思うけどね、かっ、勝つ、やられた、分かってきた、先制されてるやないか、こいつ、昇龍が逆行っちゃった、でも大体情報分かった、勝てるぞ、あ、勝てた、やる、あ、すげえ、おい、やばっ、え、ちょっと待って、今の地味にすごいんだけど、そっか、コンボうまかったな、そういえば、え、今のバーンとしないコンボやっちゃうんだけど、やるの、そうそうそう、あ、いいよいいよ、いい連携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 だよ、どうすんだ、あー、太いな、タクがやっぱり、お、いいよ、これはどうなんだ、あー、風邪返した、あ、中足出したけど勝てそう、分かった、あ、冒険何台ってどういうことなんだよ、まあ、勝ちさ、コンボおかしいだ、すごいもんな、もう、まあ、絶対に3000以上取るぞっていう行動しかしないもんな、全部3000以上、勝つ、どうする、あー、運ぶ、コパコパ昇竜拳、あ、これは全然安いけど、いけるか、あー、いいね、あ、ちょっと、あ
なるほどね。だね、対戦だなマジで。ああ、なるほどね。あ、これの対処が知られるんだ。あ、これ勝つ人はこれだけで多分終わらせる気だわ。勝つ上出ねえな、意外と。なんでやってんだろうな、感じ。いやー、取り出するで。そんなことしちゃうか。なるほど。そっけ、コンボ。コンボ、たっけ。思い出した、即答思い出した。あー、それはダメでしょ。ぽいぽい、大丈夫。うわー、ほら、飛んでる。あ、これミスったかな。あ、おげじゃない、ミスったのかな。うわ、バーンアウトまでいけるよ。パツ、そうだね。うわー、いいよ、勝つ。なんだその人気。上で出なさすぎじゃん。ちょっと緊張してるね。勝つもね、結構ね、緊張してそう。てか、これ多分ね、勝つ緊張してる。うん。ついにインパクト解禁。これどうすんだ、コンボで。あ、そっちなんだ。うん。怒りの昇竜拳集中。どうすんの、大パン大きい。集中かな、集中。これはね、上面有利じゃねえ。あっ、隠してる。ほらリターン高い、大パン振りまくり。あっ、上面のインパクト、ジョビンのインパクト。さすがにでしょ。やったの、新勝力仕込んでんのかな。いい台形。あれでも4分で短いキャラにはな、有効だもんな。4だよな、マイナス。お、いいね。おい、ぽいか。これどうする、一目に行くか、勝つ。いや、インパクトでいいんじゃねえか、多分出ないぞ、これ。平日カーソル意味でも全然やっちゃっていいと思うんだけど。勝つ店長、結構ね、見たさあるけどな。おお、強気だね。すごい、あ、すごい。おっと、あ、なんだこれ。ちょ、なかった。これ結構始まるぞ。場合によっちゃ死まで見える。なんかこれね、ごめん、すぐにね、3回いけるからと思って確認したらいけんかった。これ勝つの勝ち。もう終わったっぽいな、多分いける。こっからの逆転はちょっとないと思うわ。いくらなんでもね、ちょっと雑い、ジョビンが。雑すぎる。うまい。いやー、これやっぱ
ただ人来客の対処ができてない時点でもうね勝負ありだと俺は思うんだよな。あーバレてる。これは結構精神的ダメージでかいよ。勝つに見られてたっていうのはね結構はずいと思う正直。勝つクラスで見る余裕があるっていうのはマジではずいと思うな。出た得意技強くねえと思うんだけどな。なんか好きだよな。ジョビンのプレースタイルってさ、押してダメならもっと押すってプレーなのよね。押してダメなら引いてみないじゃないの。押してダメならもっと押すのね。早く終わらせるわ。寂しいなぁ、ジョビン。いなくなるか。思えば長いこと、いろいろあったなぁ。力んでるぞ、いけないなっつって、もっと力むタイプ。まあ、ある意味、ハンマー用意する。力みが足りねえっつって。でも、ルービーがね、結構通ってて、いい感じではあったんだよな。うん、あ、だいぶ入る。いや、上は超出る。上に関しては多分ね、勝つより出る正直。上に関しては勝つより出る。いったか、これいった。コンボを勝つが間違わなきゃいくな。あー、完璧。入れ込みかよ。だいぶスキャットはずだけどな、確かに。いつもこれしかやんねえじゃん、肋骨に。お前返せねえんだな、これっつって。うん、お前これ返せねえんだな、あれお前これしかやんねえぞっていう。意思を感じる。これはでもまだ寝てるね。意外に思ったのが、起き上がる新昇竜とかそういうことはしないんだよね。意外とやりそうじゃん、めちゃくちゃ。まあ、どっかで見せてくるとは思うんだけど、意外とさ、性格的には多分もうめちゃめちゃやりたい人だと思うんだけど、意外とね、ないんだよそれ。うん、これ下がるんだ。下がるって。おーっと、勝ちやすぎた。はい、ここだけはガチです、竜。この竜ってキャラね、ここのダメージだけはガチなんですよ。さすがにこの試合は厳しいかな。やれやれ、もっとやれば出ちゃうんだな。なただね、このね、こういうの見える。ケンゴと対戦するってやってきて、日程を決めてやってきて、陣内の返し方知らないっていうのはね、もうね、やばい人、本当にやばい人、大嫌いです。勝つが画面端。ちゃんとゲラ。集中。まあそこのインパクトはいいんだけどね。やっぱそのシステム面がちょっとあんまり。でもジョビンって
ットフォーの時にセビ使うの結構うまかったよ。あ、港でインパクトってセビに超似てるから、そこはまあうまい。あ、こしゃあね。うん、多分当て感みたいなインパクトポイントみたいなのはちょっとうまい。あとコマンドはね結構早く正確だね、なぜか知らないけど、これは本当になぜか知らないんだけど、本場だ得意なんだ。まああと目はやっぱいいよね、効果2だけあって目はいい。でもね、やっぱこのスト5が勝つの、勝つに分があるね。ロシックスか。うん、何よりこの陣内が返せないっていうのは致命的。ありえませんよ。ちょっと。絶対終わったらあれどうやって返すんですか、できるのに。あのキックどうやって返すんですか。やばい、ちょっと勝つ。でも足んないよ。あんなどうする？あー、危ねえ。今のはね、乾燥。危ねえ。危ねえ。水にまで入れて。危ない危ない。あらららららら。ミスった。いろ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 考えちゃった。ミス。全然上手くねえな。してるよね、勝つも全然うまくねえのよ正直。うん、あがっ、そこなんだよな結局。どうすんの、飛ぶんだ。中央下リュウのはちょっと長いんだっけか。出た、剣の真骨頂。運びすぎ、どう考えても運びすぎ。集中。勝利力上がり始めたね。さあどうするんだ。集中してある、集中はしてるぞ。これ勝つんだもんな。これは劉備で弱だ。ああ、さすがピッチ節約。ジェシャーズ様子見したら汚いからで上がる、上がりそうだね。フッキュイもびっくりよ、汚いから。なるほど、乾燥しそう。あ狙ってるよ、上が出るんだよな。カウントだったらもったいない。インパクト、インパクト、インパクト、インパクト。そうそうそう、焦って飛んでくるよ。インパクト、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 インパクト。よし、そう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 。あー、気持ちいい、気持ちいい。気持ちよすぎる。こいつインパクト一切返してこないんだけど。すがさ、気持ちいい。みんなのために屈伸しといてありがとね。みんなのため感謝して、みんな俺にみんなのために屈伸しといた。ちゃんとちゃんと屈伸しといたから、みんなのためにね、ちゃんと屈伸しといた。でもあんな、ありがとうね。7人とか勝負なんないな、これ見ろか。あが、あ、やばいやばい。確かにこいつはシステム1個足んねえな。ありげえ言われてる、言われてるんですよ一部で。このゲームありげえなのにさ。あ、これ感想かな。うん、やばい、やりすぎた、やりすぎた。これやるよね。い
これはガチで減る。まだ前。ここでインパクトも怖くないから、ガツガツいっちゃうだろうね。まさか？さあ。ガツがこっから？うわ。逆転じゃ。いやこれビーザーだよな。いったよな。マジ？うわ。うわこれはこれは運がいいな。いやちょっと投げなきゃやめるわ。ジョビンってなんでいつも来ないの。武力しねえかだろ。あーしかない。カツコンも結構うめえな。あ、で、あ、なかった。どうすんだ。あ、これは届いたね。やられた、ごめん。なかった、インパクトがなかった。ゲージがなかった。普通どうしたんだよ。あ、ドライブラッシュの時点で割れちゃったのかな。そうそう、ラッシュしよう。なかなかの連携打ってんだよな。やばい、バレてる。マジで勝利権でいいんだよな。いやでもあの2ラウンド目さ、もったいない死に方した割には結構頑張ってるよね。さあこれは面白い展開。どうすんので、ちょっとさ、そこバーンとしたら、バーンとしたらもう逆に勝てないじゃん。インパクトないんだから。やりすぎだこれ。あ、やべ、伝え忘れてるわ。まだです。やるね。やべやべ。ジョビンモード入ってきてるなこれ。昇竜拳が当たり始めるとね、結構ジョビンのね得意なね時間なんで。時間帯なんで。ちょ、ちょ、ちょ、あー、何そのグダグダの。あ、やった。これはやりすぎだ。あ、あ、え、死んだね、今。ちゃんとやったら。ミスったか。さあ、勝つどうする？インパクトか？竜気なんだ。結局竜気なんだなぁ、勝つって。うお、飛んだ！回復した！連携がもう。あ、よっしゃった。走り見てやってない。走り見てやるヘルビゲットなんだよな。走り見てやるヘルビゲット。中足ラッシュあれだな。しっかりやんなきゃ、ね、ラッシュ負けんなよお前。中足ラッシュしっかり EX 勝利。あいつ絶対取る。やべ、腕とかつける。ビビり始めてるぞこれ。ちょっと押されてきてる気持ち的に。カツがやばい。やるね、変えてくる。ちょ出ない。中盤出ない。なんだ試合はしてるよ。やばい。中盤が出ない。中盤が出なかった今。なんでだ。やばい。ちょっと出ない。なんでこんなんで。なんでこんな出ないんだ。なんだ流れ変わった。
流れ変わってるぞ。あべ、ちゃんと最後まで連打。ブリッジでいいんだよね。よし、普通にやる勝てる、普通にやる、普通にやる勝てる。え、これ感染がバグった、感染バグった、どうすんの、どうすりゃいい、続けていいの、続けていいの、いいの、続けて、続けるよ、無視していい、 OK、 見合わせると OK。これでいいのか、ちょっとだけ声聞きてえな。あー、遠い。使わなかったカチッ、シミで全部やられてる、カチやべえぞお前、コナンコナン、なるほどね、分かった。たまにはパリーだし、ウェベル勝利が当たってる。さあどうだ、あかん、もう分かった、いやー伸ばせればいったろうこれな、リザル判断しました。青木攻め、確かに投げたくするよね、こっちもいいよね、ジョビンだね。うわっ、なるほど、あーなるほど、やばい、圧力がすげえ、人に投げ押し始めてる。そう、あそこだいぶ返したらよかったね。うわ、やばい、あ、やばい、いやー、あー、かっこつけた、うわ、ずわずし、チビミスだ。そう、穴目でないからね、これは、ん、お、いいね、いい投げ、横席、うわー、中足、
そろそろ怖いぞ。そろそろ新勝利くんじゃないか。そういうやつだぞこいつは。もうこいつ飛び。あ、消えてる消えてる。飛びが。飛びがきち飛びが。キレキレ。あ、キレキレ。波動拳打てね。あ、キレキレ来てますね。波動拳が打てね。なんだこいつって。ここ結構これ嫌がるからね。飛びが打てね飛びが。お前さ、お前今の流れここねえだろっていう。自分の読みで話進めてるから。今の流れで飛ぶやつバカだろって なっちゃうの彼は。ちょっと慣れてきてるね。今のところでジャンプねえだろっつって。実際は全然の関係ないからね。これパリット。また取る。実際はね、相手が何してくるかなとか分かんないんだよ。やっぱり決めつけちゃダメだろ自分の考えで。飛びがすげえ機能し始めてるな。あんなに返され続けてたのにね。でこれね怖くてね技振れなくなってるんですよ今。うん、これ何回落としてもか来るなってなってるんだよ。勝つわ。うん、ほらほらちょっとずうずうしいなこいつ。あべべべ勝つべ勝つが怖さ。やべ。飛びとこいつの歩きがきちい。えそうなんだな。そうなんだよ。飛び返してるとそうなんだよ。割れ始めたんだよ読み合いが。あれ好きだけど弱えぞ勝つそれマジで。やるけどそれ本当に弱いぞその連携。多分一番弱いぞその連携。オニアもなんかあれなんかあれってどうなんすかっていうか、いやあれマジで弱いからなガッ申し訳ないけど。やっぱそうでしょ。こいつやりづれな。俺苦手だこいつ。やばいならなっちゃった。まだ起きてるでしょ。まだ起きてる。諦めんだお前さんって。パスパまだ行くんだろ。おいったじゃやばい。おいった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 。もうなってないよ。だからこれ言ったよ。まあ、これ行くっしょ。うん、OK。 投げ捨てろ。はい、わかりました。投げ捨てます。投げ抜けをする。はい、押したくなるこいつとやってる。これはあれですね、家計も盛り上がってまいりましたね。結構な人間が俺勝つに勝てたと思うんだよ。そいつらがどういう顔してるかね。これで勝つ負けようもんなら全財産することになっちゃうから。でしょ、うん、勝つに真っ白、顔真っ白。勝つに投げてると顔真っ白だよ。勝つ飛んでくんだってこいつは。どうすんだ。うわあ投げ捨てろって言われたばっかなのに。こいつの飛びがとなななな、ちょっとやばい、やばい、やばい。大丈夫か。いいよ。ここ出ないよ。ハドキいかんない。これハドキいらんかもしれない。ここ出ないよ。おい、いいダイブ入った。こうしても中流日。正解。あ、いいんじゃない？いいんじゃない？いいんじゃない？はい。しゃがないかな。そこまでしゃがみ順番の方がいいね。まあ、いいか。かつにそこまで求めることなのか。よし。よし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 。いいね。あ、昇竜拳は全然ガードできない、こいつの。攻めづらい。すごい。竜拳戦じゃねえんだよね。ジョビン対勝つなんだよ。何回押されても飛んでくるもんね。リーサだったかもね。おし、これは結構勇気出したんだね。勝つとしても。よしよしよし、うん、勝つとしても橋からグラップ押す。はい、勇気出した。橋もグラップ押さん、もう押さん飛ぶ。いやそうだね。いや勝つも戦いながら成長してるよ。うん、勝つも成長して、勝つもまた成長して。飛ばしてった。マジで波動の後、波動拳打ち返した。あ、しょ。もうこれ雑のインパクトでいいような気もするけどね。勝つ？あ、成長です。新出演者やりたいんか。一文字が一年新出演者やりたいんかお前。勝つ。いやがんするな。その駆け引きやめな。聞かないと思う。バレてる。
ふうに投げる方がいいと思う、正直。そこはね、多分対策してきちゃったんだよ、この男も。うわー、見られてる。勝つなんぞに。よし、素晴らしい。いいよ、もう分かった。こうパンカショーでポイント割り込んでる。うわやばい、やばいな。勝つ。ジョビンが追いかけてくる。ジョビンが追いかけてくるよ。ダギリン凄まじい追い上げしてるよ。あー反撃。いやそう、投げ押すな、投げ押すな、勝つ、投げ押すなよ。あ、うまい、やられた、もうあった。いい勝負だ。やばいぞ、やばいな、その顔が。少年時代にも少年のような顔になってる、逆に。お父さんの大事な掛け軸を破いちゃった時の顔になってる。あー、ジョビすっげー激してる。まずいですよこれは。もう連携とか意味わかんねえもん。フリフレームか中パードとか。インパクトいこっか。何やってんの、インパクト今のとこ全通りじゃん。インパクトでいいんだって。いやいいよ、そういうこと、そういうこと。さあさあ、それちょっと弱くなっちゃったけどね。おお、やればできるじゃん。勝つ。勝つってば。こいつらのさ、ドライブラッシュ全部レンガじゃねえんだよな。けどお互い咎めねえから、もうのびのび走ってるわ、こいつら。おっちゃん、どうする？やるんだ、やるんだ。うん、まあ自分のドライブゲージないし、相手のドライブゲージもだいぶ気がするからね。うん、あー、いいんじゃない？でかいぞ今の。リーチか、おっと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 。リーチか？よし、いいぞ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 。勝つがリーチか？リーチだぞ、リーチだぞ。いい勝負じゃねえ。リーチだぞ。いい勝負じゃねえ。いい勝負じゃねえか。インパクト返されてないけど、もうそろそろ返すじゃん。危ないじゃん。返されてない時ほど怪しいから。いや、これもう疑心暗鬼になっちゃってる。一回も返して、返せないだけなのにさ。チートがやっちゃってる。そういうゲームじゃねえから、これ。うわ、うまいんだよ、コンボこいつ、ほんとに。ほら、この自動勝手とかさ。マジでコンボうめえな。いやー、うまいな、こいつ。この歩きで投げれるって。大パン、大パンの。あ、雑いプロボさん。いやー、うん、あ、それ反撃もらうな。どうすんだ。いやー、見えさすがにね。よーし、リーチ、これはリーチ、リーチ。ジョビン前が近いもんな、投げとシムリだ。かっ、早いぞ、勝つ。いや、コンボ。あ、怖いね、これ。あ、これ怖いね。おお、出た、爆発。どうする、これ結構熱いぞ。そう、雑なね、インパクト。完成すんのか、お前。勝つ、勝つ、勝っちゃう。いや、これジョビン やらかしたね。いや、どうした。うわっ、しゃー、勝ったー。終わったー。あー、勝ちましたー。終わりでーす。
あなた。お疲れした。危なかったじゃないですか。いや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 、ちょっとね、いろいろ投げ抜きを押してしまいまして、すみませんでした。でもね、最後はね、その投げ抜き読みに対してね、チラシ気持ちよかったですね。刺さりましたね。いやーね、最後結構危なかったけどね。はい。よかったですね。手ブルブルです。いやー。うです。お疲れです。また負けてもうた。どうしたらいいですか。もう僕、もうやる必要ないですよね。梅原さん、これ3回やってます、僕。まあ、あれはセブンの時に付き合ってあげればいいんじゃない、もう一回。あ、そう。まあそうだ、じゃあ7年後だな。ちょ、みんな、7年後にまたやる。7年ぐらいかな、大体、大体ね。でも、6すごい人気あるんで、今回ちょっと長引く気がするんですよ、もうちょい。まあ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 。まあ確か。じゃあ10年かな。じゃあ10年。そう、10年とか。うん、いや、大会出たかったな。これを皮切りに結構出ようと思っててね、僕個人的にいろんな、だけどね、ジョビン、まあ、効果不効果ね、はい、出ても意味ないと思う、レベル的に。そうですか。いやでも、うん、あの趣味としてマジ最高に楽しいんで、出たい、そういうの出たいんですよね。またいやでも今聞いた、出なくていいと思うって言ってくれたんだよ、はい、梅原が、うん、話を聞こうね。話聞いて。いや、そりゃそうなんですけど、まあ、10対8でもいい勝負、いい勝負だったね、いい勝負だったね。タメ、うん、を思ったアドバイスしてんのにさ、無視されるから。さすがにそれは嫌でしょ。タメを思ってって、ちなみに僕何が悪いですか。まあ、いろんなダメなところいっぱいある。いや逆にそのプレーでその MR まで行ったことが驚きだった、正直。知識がやっぱりなさすぎ。あ、まずだってパリを1回もやってないやん。1回もってことはないけど、もうやったら全然あれ使い方よくわかんないですよ。そうそう、パリーもそうだし、はい、俺もいや、もういろいろだよね。あとバーンアウトしすぎだし、インパクトも返さなすぎだし、全然返せなかったです今回。はい、あと、まあ俺から言えることはね、はい、まあなんだろう、頑張ってたよ、頑張ってた。まあね、結構接戦つうか、俺あのちょっと その上に関して思ったのは、はい、勝久が俺が思ってたより全然良かった。めっちゃ低レベルな戦いでした。めっちゃ低レベルな戦いで、まあでも、まあ、おかげで楽しませてもらったけどね。そう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 、うん、それはね、梅さん、そう、うん、そう、なぜそうなったか分かって、対戦でそんなことしなかったじゃん俺。はいはいはい、やっぱりね、調整したんだ。まあ分かるやつは分かると思うけどね、梅さんから逆にそれなんか、うん、あ、梅さん分かんなかったか。じゃあ逆に梅さんを騙せたって、俺相当うまかったんだなって逆に思った。でも絶対あの屈伸してから焦ったでしょ、追い上げられて。絶対あのかなり焦った。後悔したはずや、あの屈伸したこと。あ、やっぱ神様怒るんだなって。あ、ジョビンね、なんかそうゲームは結構合ってると思うんだよな、はい、正直めっちゃ楽しいんですよ、このゲームも合ってる気がします。すごい楽しいです。うん、攻めが結構ちゃんと通った時にリターンあるからね、このゲームはね。はい、終わった。あれ、ヒゲを、まあ、一応一旦そのリジェクトに確認するわ、いいかどうか、それが。まあなあ。じゃあできればモザイクなしでやってあげたいじゃん、やっぱさすがに。ヒゲするのはマジ嫌ですけど、それはちゃんとやります、それはもう約束なんで。いいんじゃない。じゃあ俺がちょっと押さえつけとくわ。あ、そう。正直梅さんで押さえつけれないと思いますけど、ね。まあ梅原が本気出したらな、その一発だから。うん、まあ、破壊締めにしとくわ、それは。頼む。うん。とりあえずもうやっぱもう一日店長なんかはもうやっぱもう無理ですよね、当然ね。は？負けたやつの言う言葉？いや、そりゃそうですよね。すみません、そこ僕やってほしい。聞いた今。いや、すみません、今言葉間違えました。え？言葉間違えたっていうか。何言ってんの？え、こっちかけたかり。え？え、それかけてだってやったのに、それ負けたんじゃなかった？うん。それで一日ちょっと、じゃあ両方とも一日店長だったの俺。勝っても負けても。嘘。すみません、いや、してほしかったんですけど、クソ勝ちたかったマジで、ちょっと。マジで悔しいです、普通に負けたこと。まあね、接戦だったしね、マジね。接戦だったからね、確かにね。うん、ごめんね、ちょっと梅原、こんな逆にこんなつまらん。梅原さん、ありがとうございました、梅原さん。試合に付き合わせちゃって。うん。相当練習量減ったんじゃない今日で。いや、そうだね。ちょっと、まあ、本当に。まあでも、1回、その、5で1回、6で1回っていうさ、はい、イベントだから。まあそうだね、はい、確かに。あ、でこれでもうないわけじゃん、これが。ないもう逆に、こんな思いしなくていいわけじゃん。しかも、うん、なんつうんだろう、俺以上の人に行くことはもう絶対ないだろうし、こいつが。そうだよね。うん、だからよかったよ、俺格下守れたよね、一応ギリギリ。そうだね、よかったよかった。そうな、むしろ早めに一回会ってよかったかもしれない。
だよね、そうだね。じゃないと、またあれいつくんだろうっていうので。台風みたいな感じになってもな、そうだよね。まあでも、大会はやっぱりちょっとね、年内僕出ないですけど、まあ、散歩配信とかね、これを機に3人で、楽しそうですね、そんなんも。